ミュキレーネの縁における殺法とエイリンナ。エイリンナに情熱的に求愛する殺法。シメオン・ソロモンの創造がエイリンナは古代ギリシアの女流詩人である。彼女は長編誌、イトマ希望の作者として最もよく知られている。この作品は子供時代からの友人で結婚後、ほとんど時をおかずして死去した。 バウキスに寄せた全300行の英雄客ヘクサメトロスの愛答詩である。1928年、エジプトのオクシュリュンコスで、この詩の大きな断片が発見された。イトマ希望と共に、エイリンナの作に改せられる3編のエピグラム詩がギリシアシカ集に収められていることが知られていた。エイリンナの生涯についての電気的詳細はよくわからない。彼女は一般的には、 紀元前4世紀の前半に生きたと考えられている。いくつかの古代の伝承は彼女は札幌の同時大臣だとしている。彼女の誕生の地として最も可能性が高いのはテイロス島であると一般に考えられているが、しかしテイノス島、テオス、ロードス島、またレスボスが彼女の故郷として古代の文献で研究されている。エイリンナの生涯については、 ごく少数の古代の資料が残っているが、証言内容はしばしば矛盾し合っている。彼女の活動時代も不確実である。10世紀の百科事典であるスーダによれば、彼女は殺報の仲間の一人であったとし、彼女の最盛期を紀元前6世紀としている。古代の証言の中で、エイリンナについて最も新しい年代を述べているのは、カエサレアのエウセビオスであるが、彼は、 紀元前四世紀中洋を示唆している。現在の研究者は、エイリンナはヘレニズム時代初期の詩人であったと考える、傾向にある。古代の証言は、エイリンナの出身地をめぐっていくつかの見解に分かれる。可能性があるのは、テオス、テエロス島、テーノス島、ミューティレーネ、そして、ロードスである。シルビア・バーナードは、エイリンナの言葉の方言を根拠として彼女は、 テイロス出身であると論じるが、しかしドナルド・レヴィンがすでにエイリンナの言葉は同理数を基礎にしているように見えるが、それは文学上の創作であり、エイリンナの本来の母語方言を正確には反映していないと指摘している。おそらくエイリンナは裕福な一家に生まれ、死を読み書きする教育を受けたのだろう。とすれば、エイリンナの誕生地の候補の一つであるて、オスが浮上する。この地は、 少女に対する教育が行われていたことを証明する、気分が現存する、数少ない古代ギリシアの地域の一つである。ギリシア史カ州に収録されている3編のエピグラム誌は、エーリンナが創生したことを示唆している。詩人サモスのアスクレーピアデースによれば、19歳で、糸巻棒を完成して、時を隔てずであった。しかしこれは示唆で、19歳での死を、 明治的に述べている最古の資料は数打である。とはいえ、マリリン・ビー・アーサーは、イトマ希望に登場するエイリンナが19歳であったとしても、この年齢の時にエイリンナが作品を書いたとは、必ずしも言えないと論じている。パピルス PSI 1090、イトマ希望の54行分の断片を含んでいる、パピルス PSI 10903つのコラムの表示。各20行。 サン・コラムエーリンナは、ヘクサメトロスインで書かれた300行の詩、糸巻棒でその名声を獲得した。彼女が、ちょうど19歳だった時点で書かれたと推定される。この詩作品は、彼女の友であり、結婚してあとほとんど時を置かず死去した、バウキスに捧げられた、哀悼の歌である。古代ギリシアの大部分のヘクサメトロンインの詩は、イオニア方言で書かれているが、それらとは異なり。 糸巻望はアイオリス方言とドーリス方言が混ぜ合わされて書かれている。糸巻望は断片でしか現存していない。オクシュリンコスで発見された紀元2世紀のパピュルス写本 PSI 1090に残されていた54行分の詩の一部が知られているに過ぎず、しかもその中で完全に項が残っているのは1行しかない。これとは別に、 エイリンナのものとされるヘクサメトロスインの死の断片3点が現存しているが、この中2点はストバイオスによる引用で、残る1点はアテーナイオスが伝えている。ストバイオスの引用の中の一つは PSI 1090の46行目と一致し、他の2つの断片もまた、おそらく糸巻き棒の一部である。今1つのパピルス断片であるオクシリンコスパピルス8は、 モーリス・バウラによって、おそらく、糸巻希望からの断片であると同定された。しかし、マルティン・ディッチ・フィールド・ウェストは、方言の様態を根拠として、この同定を知りけた。現存する、糸巻希望の長い断片の前半分において、ナレータは、バウキスと過ごした子供時代を改装する。彼女は二人で遊んだゲームについて語るが、このゲームは、ユリオス・ポリュデウケスによる説明があり、 彼はこのゲームを、ゲリー・ケローネーと呼んでいるが、ナレーターはさらに、モルモー・吸血鬼、つまり、古代ギリシアの女ブギーマンに対する二人の恐れを、語る。この後に、バウキスの忘れっぽさに関する短いセクションがあるが、残っているテクストがあまりにも断片的である。しかしおそらくナレーターは、バウキスが結婚した時、今死で述べた子供時代のことを忘れ去ったと述べている。 最後に、ナレーターが遺体を見ることができなかったことへの言及があり、アイドースという言葉が二度述べられている。多分、バウキスはここで亡くなっており、ナレーターは友を哀悼できない自分を恥じている。ここでテクストは、これ以上に復元できないまでに断片的となっている。糸巻き棒は、文学版のゴースといえ、ゴースとは、プロテススの間、個人の親類の女たちが挙げる。 悲嘆の鳴き声である。より古い時代のゴースの文学的な表現の例は、やはりヘクサメトロンインの死刑であるが、イーリアスに見出され、幾人かの研究者たちは、エイリンナの死が、この文学的先行例を利用していることを、確認している。マリリン・スキナーは、イーリアス中に3編のゴースの例を識別した。すなわち、一パトロクレースに対するブリーセイスの悲観にアキレウスが、 ヘクトールの遺体を、トロイの城壁の周りを戦車で引きずっていくのを見た、檻のアンドロマ系の悲観、サンヘクトールの艶において、アンドロマ系、ヘカベそしてヘレネーが歌う悲観である。スキナーは、イトマキボーとイーリアス中の愛悼の歌の間に、主題的、現実的な顕著な対応性を同定する。例えば、エイリンナガシルス・バウキスと過ごした、幼い頃の回想は、 アンドロマ系が抱く彼女の息子とヘクトールの交流の階層に並行する。また、ヘレネーが初めてトロイアに来た時、彼女を支えてくれたヘクトールへの階層とも並行する。ダイアン・レイヤーは、とりわけブリー・セイスの悲嘆を糸巻望のモデルとして同定している。ホメーロスと共に、エイリンナの糸巻望に今一つの大きな文学的影響を与えたのは、サッポウであった。 キャスリングッツ・ウィーラーは、愛悼の死への殺法的主題のこのような組み込みは、ホメーロス的モデルに基礎を置く作品を女性化するための、エイリンナの方法であると論じている。ジョン・ルークは、殺法断片94との独特な類似性に注目し、両作品が追想と忘却という主題を持つことを指摘している。ダイアン・レイヤーはしかしこの見解を知りけ、殺邦断片94は、 結婚するため去っていく女友達への欠別の詩だとするルークの確信に意義を唱える。糸希望の断片とともに永林な作とされる3編のエピグラム詩が現存している。これらの詩は同律方言で書かれており、3編べてがギリシア詩歌集に収録されている。その中の2編は糸希望と同様にバウキスの詩を扱っており、3番目の詩は ノシスの試作品に類似しているが、アガタルキスと呼ばれる少女の肖像を扱っている。ニ編ヘンのバウキスのエピグラムは、古代の墓悲鳴詩のスタイルで書かれているが、しかし、ニ編ヘンについて示唆される事実は、どちらの詩も実際に、墓石の悲鳴として書かれたのではないということである。これらの詩の作者がエイリンナであるのか、疑問視されている。ルークとエストの両人は、三つの詩のいずれも、 エイリンナの作ではなかったと論じている。ルークは2編のバウキスのエピグラムは、エイリンナへの賛辞として、後世の作者によって書かれたものだと示唆しており、ウェストは、エピグラムの中には、作者たちが、糸巻き望から学び取ることができたものしか載っていない、ことを指摘している。第3のエピグラムについては、ルークは、エイリンナが著者だということを示すような内容は何も、含まれていない。 ありふれた作品であると述べており、ウエストは、ノシスが、本来の作者である可能性が高いと示唆している。他方で、サラ・ポメロイは3編のエピグラムすべてについて、エイリンナが作者であることを、肯定的に論じており、ゼイン・マッキントッシュ・スナイダーはこれらの詩について、おそらくエイリンナの作と述べている。シルビア・バーナード、エリザベス・マンウェル、またダイアン・レイヤーを含む、他の研究者たちは、 明治的に疑問については言及していないが、これらのエピグラムがエイリンナの新作であることに同意している。古代においてはエイリンナは高い評価を得ていた。彼女よりも優れた女流詩人だと古代にイリシアで考えられていたのはサッポーだけであった。テッサロニケのアンティパトロスは自分が作ったリストである地上界の休務祭に彼女を含めている。 ギリシアシカ州に集められているいくつかの他のエピグラムではエイリンナが称賛されておりメレアグロスの果敢においては彼女の作品は完美な乙女の肌の色もつクロッカスに比較されているエイリンナについて否定的な古代の証言はマケドニアのアンティパネスのエピグラムで述べられているものしかなくしかもこのエピグラム自体がカッディマコスの弟子たちの間でエイリンナが高い霊名を 得ていたことを証明している。エイリンナに関する古代の証言すべてが、彼女がヘレニズム時代の詩人として第一級の人物だったことを示唆している。今日では、エイリンナの作品で残っているものがあまりにも少ないため、彼女の死を判断することが難しい。とはいえ、イアンプラントによれば、糸巻望の現存部分は古代における詩の評価が間違いでないことを明確に示している。 加えるに、エヴァシュテイレは、エーリンナの詩は、古代ギリシアの世界における母親たちとその娘たちの間の関係を示す、非常に稀な証拠資料の一つととして意味深いものと、見ている。エーリンナはまた、サッポーヤのシを含む、他の女優詩人たちと共に、古代ギリシアにおける女性の詩の伝統の一部として、フェミニズム研究者に読まれている。また、主作品、 イトマ希望がエジプトで発見される以前にも、エイリンナの名は、西欧古典文学では知られていた。19世紀には、西欧で、札幌に対する関心が高まり、札幌との関係において、エイリンナを取り上げる、文芸評論家や詩人、画家などが現れた。彼らは、ツゆダの記述等に基づいて、創造のイメージを文章や絵画で表現したが、それらは、 歴史的なエイリンナの像とは無関係であったと言える。ありがとうございます。